結婚してからが本当の戦いだって言われてるそうだけど、僕やお前が考えてる戦いとは違うみたいだよな。一体どういう意味なんだろう。君がいつも頑張ってるから。あなたにとって王者。私にどんな高価な宝石よりも嬉しいです。君がいつも頑張って、あなたにとって力になれるかわからないけど、隣にいたいです。何かもらえそうな予感はしていたの。でもこんなに素敵だなんて。私に？ルギス様じゃなくて？本当にもらっていいの？オルタンシアの騎士たちよ、その剣を持って私と共に戦いましょう。お前さんの背中俺に預けろ。必ず力になろう。you
あなたたちの邪魔はしないわ。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。僕のこと、私のために働く。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。俺を欲しがるた、お前。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。俺を欲しがるた、お前。俺はセシル、人さ。誰かに必要とされたい。誰かの役に立ちたい。だから私たちはたくさんの人間を殺し続けたわ。
それが正しいことだと信じて。でも、本当に正しかったのかな？私たちは何かを間違えてるんじゃないかって。
こんなに強くなった。これで胸が成長したら完璧よね。すごい、私こんなに強くなった。これで胸が成長したら完璧よね。すごい、私こんなに強くなった。これで胸が成長したら完璧よね。すごい、私こんなに強くなった。これで胸が成長したら完璧よね。なんなのこれ、覚醒？やばい力なんじゃないの？大丈夫？本当に？この力があればオルターシアの平和を本当の意味で取り戻せるでしょうか。この力があればオルターシアの平和を本当の意味で取り戻せるでしょうか。がっかりだよ。ガラクタでできた人形じゃないか。これで決めます。決めろ。私に任せろ。わっしゃい。覚悟しなさい。負けられない。貴様、逃がさない。そこ。やっ。
君がいつも頑張ってるから、俺も負けては。あなたが。君がいつも頑張ってるから。
悪くない気分だね。これが僕の力。これ覚醒？やばい力なんじゃないの？大丈夫？本当に？これがあの人の力になるのなら、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 まだ私はやれる。がっかりだよ。僕だってできる。みんな準備はいいか？行こう。相手を見て喧嘩を売りなよ。心を一つに。やっ。俺を信じろ。それ。は。いや。決める。
耐えてみせてよ。心を一つに。見せてよ。順調に誘導できているようだな。巨人が大きく暴れないように調整しながら一定方向に仕向けるってか。お前は槍を振り回す戦い方しかし、おっさんなんかさっきから叩きつけてるだけじゃねえか。バカ野郎、俺はちゃんと広場の方向へ誘導するように攻撃。おい、まだか。もうそろそろだな。オッケー、任せて。私はこっちに来るもの。よし、こっちに反応した。このままあっちの広場に向かおう。なんだ、あの巨人は。あんなのハリボテじゃないか。ジム、マリー、フレット、無事だったじゃアーデルハイド様の人望にかけてよかったよ。マリエル王女、あんたは。マリー、今こそ伝えるんだ、お前の言葉で本当のことを。うん、みんな聞いて。私は、私はマリー、マリエル王女なんかじゃないの。え、嘘だろ。今まで騙してきてごめんなさい。おい、もうそろそろ蹴りをつけるぞ。戦わねえ奴らは早くどっかに行って。マリー、ここで巨人を。ここで嘘を終わらせなきゃ。俺にも戦わせてほしい。ジム、俺はお前の騎士だ。お前が立ち向かうと言うなら俺も戦う。何があっても俺がお前を守る、そう誓ったんだ。
んな行くぞ。偽物の巨人を倒すぞ。なんだ、あんなのハリボテじゃないか。これで決めます。俺を信じろ。
強くなったその先に希望があると私は信じています。高まっていくのがわかります。私もまだ。力が高まっていくのがわかります。私もまだ。力が高まっていくのがわかります。私もまだ。俺を信じろ。
てみせてや。しかしどんだけ頑丈に作ったんだよ。鉄製の武器でなかなか折れねえとか、普通の木じゃねえだろ。確かに牧人のかけらを使ってはいるが、あの魔物自体はそこまで頑丈じゃない。それに腕を動かすからくりが動けばいい程度にしか作っていない。それが人を襲うまで暴れるなんて。おいおい、それじゃあの巨人は一体何か聞こえないか。なんか嫌な感じがするもら。魔物だと。こいつら見たことあるぞ。オートで戦った。また会ったね。僕たちと一緒に遊ぼう。そうね、この間はちょっと遊び足りなかったわ。君たちは。くそ、やっぱりあのガキどもか。今度こそお仕置きしてやるぜ。無理無理、僕たちが逆にお仕置きしてあげるよ。この数はちっとやべえな。ジムとマリウスはマリを守ってやってくれ。こいつらが出てきたってことは、勝手に動き出した巨人とも関係ありそうだな。結構頑張ってるね。このままだと時間がかかっちゃうわね。だったら弱いやつから順番に殺せばいいんじゃないかな。うん、あそこのお姉さんとか弱そうだね。それじゃあ決まり、魔物の餌食になるといいわ。私があんな嘘をつかなければ、お姫様ごっこなんてすぐにやめればよかった。そうすればこんなことに。マリー、君は確かに本物の王女ではなかった。だが義勇軍の心の拠り所としてこれまで頑張ってきたことは本物だ。みんなの期待に押しつぶされそうになりながらも、それでも笑顔で答え続けた。義勇軍のみんなが逃げ出してもマリー、僕たちが君を守る。マリウス、逃げ出したか。だがそういうわけじゃないみたいだぜ。え？
最初はマリエル王女だからってそう思ってたさ。でもな、俺たちの期待に応えてくれてたのはその子だ。気づいたんだよ。王女とか関係ねえ。マリーは俺たちにとって大切な存在だよ。守るのは俺たち義勇軍の役目だ。お前らにばっかりいい格好なんてさせねえぜ。みんなありがとう。よし、しっかりとマリーを守るよ。騎士顔負けの忠誠心を見せてくれ。うわ、俺たちも義勇軍の連中に負けちゃいられねえな。あ、これで集中できる。たっぷりお仕置きしてやる。お前ら逃げんじゃねえぞ。魔物を呼び出す力だけじゃねえ、あいつら自身も強い。油断するんじゃねえぞ。ああ、みんな行くぞ。貴殿の背を見て部下がついていく。胸を張れ。お怪我のないようにしましょうね。貫いてあげる。私の槍で。魔物たちが義勇軍の連中に行っちゃったからちょっと面倒くさくなってきちゃったね。単純に数で負けてるわ。ちょっと厄介ね。それじゃあ少し数を減らさないとね。まずは弱いやつからね。そうね、一番弱そうなやつに死んでもらうわ。マリウス。え？